どうも皆さんこんにちは、吉村です。はい、今回はちょっとね、買ってきましたよ。まあ、モンスターハンターとして、まあ、当然のことっちゃ当然のこと。モンスターハンタースタンダードモデルのフィギュアですね。で、3つだけが、あ、またこっちから行く。じゃあ、こっちから行こうか。これ、同じお店で買ってきた、はじめ社長、みんな大好きはじめ社長の、写真集ですね。いや、男の俺が買うのもおかしな話なんだけど、ちょっと気になって買ってきました。でね、これ感想なんだけど、やっぱ結構その、はじめ社長らしからぬっていうのかな、普段のはじめ社長が見せないような、まあ、かっこいいはじめ社長のあれがあるので、ぜひね見てみて、買ってみてください。でね、上半身がまあ半裸だったりね、女性はじめ社長ファンの女性が喜ぶような、喜ぶようなって言い方おかしいか、その女性が得するような、まあねキャーってなる感じのあれもあるので、ぜひはじめ社長のファンの女性の方にはとてもおすすめですっていう謎のはじめ社長の写真集レビュー。僕すごい好きなんでね、ちょっと店員さんに、あれこいつホモじゃねって思われたけど、さすがに買ったわ、さすがに。ということで行ってみましょう、こっちへ。で、これじゃ、まず何が出るか、何狙いかをちょっと言っていい？はい、こちら、これ見えるかな、これクシャルダオラ、グラビモス、キリン、ババコンガ、ゴアマガラ、恐竜化状態のゴアマガラ。で、ヤンクック、で、ゲリオス、テオテスカトル、フルフルですね。で、何が狙いか。僕的にはテオテスカトルと、恐竜化ゴアマガラ、何恐竜化状態のゴアマガラ、で、クシャルダーラ。この3点かな。だから、3個買ってきたんで、9分の3、だから3分の1。だから3個開ければ、まあ1つぐらい狙いの、あれが当たるんじゃないかっていう、ちょっと楽観的な感じで買ってきたんだけど、で、まあ、6個買ってもよかったんだけど、6個だと3分の2で絶対出ちゃうじゃん。で、それはちょっとつまらない。それはつまらないと。で、お値段、これ見えるかな、これお値段。810円なのよ。だから3つで2400円。で、6個買っちゃうと、4800円になっちゃうんだよね。で、俺マジ凡人だから。4800円 ?4800 円か。凡人だからさ、高いのよ、ちょっと。高いから、ちょっと金銭的なことも考えて3つになったよね。はい、ということで、ちょっと前置き長いな。前置き長いやついつも通り。もう早速じゃあ開けてっていいかな。狙いはクシャル、恐竜がゴアマガラ、テオテスカトル、行ってみよう。うわ、これシールやつだ。これめんどくさ、これ。シールやつ。ちょっとガッ、雑、あ、やばい、あ、やばい。あ、やばい、これ。血液型バレるやつ、これ。あ、やばい。ひどい。開け方ひどい。ちょっとカメラ見ながらだから開けにくい。お、じゃ早速出してみる。行けよ、行けよ、行けよ。はい、せーの、ドン。あ、キリン。あ、まあキリンはね、この3体除けば一番惜しかったっちゃ惜しかった。これでかい、これでかいな、これ。あ、そういえばこれ、はじめ社長さんもやってましたよね。なんで今頃3つけた、これ。もう今頃3つけても遅いぞ、これ。はじめさんも撮ってましたね、撮ってました。こういう動画作ってましたよね。でもそれ見てちょっと僕もね、モンスターハンターとしてやっぱ、いや、やんなくてそれどうすんのってなっちゃったから。あ、キリンだ、キリン。まあまあ、これでけえ。これ飾るとこねえよ、これ。はい、ということで1個目は緊張。じゃあ作っていこうか。ちょっと待って、これ付け方わからない。ちょっとなんか違うぞこれ。 あれあ、これ合ってんのか。あ、これでこれから、あれ、なにこれ。ちょっとなんか刺す場所ないんだけど、刺す場所ないっつうか、なんか、あ、こういうこと、乗せる的な。ちょっと説明書を見てないんだけど、ちょっと待って、これ絶対違うやろ、これ絶対違う。ちょっと待って、これ説明書載ってないわ。ってか、ここにあるじゃん。これと一緒にすればいいんだよ。こうなってるってことは、あ、やっぱこれ、つけるか、あ、これなんか自由なんだ。じゃあ自由。自由奔放なんだね。じゃあこれ、なんか適当にこんな感じで。顔見えなくなったわ。はい、じゃあ次2つ目いきましょうか。さあ、もう出てほしいね、ちょっと。2つ目出てくるともう3つ目別にいいやっていう気持ちになれるからさ。だからこれ。これむずいんだよな、開けんの。よっしゃ、行くぜ。はい、せーの、ドン。あれ、これキリン？もしかして、これもしかしてキリン？ふざけんなよ、もう1匹目のキリン、アクロ見たくなったわ。この、あ、雷2人分かぶせたから。いや、これはもう悪意あるわ。俺、隣に並んでんの3つ買ってきてから、なんかそっちの方がなんか違うやつだ、絶対出るじゃんみたいな感じのあれあったじゃん。
嘘でしょ。まあじゃあもう最後、じゃあもうここまで来たら俺もう3個目もキリン狙うわ。3個目もそしたらもうキリン狙うよ俺は。せっかくだから、せっかくだからっていうのもおかしいけどさ、だってここまで来てなんか欲しいの出てもなんかなんだかなーって感じじゃん。キリン欲しいわ、キリン。最後もキリン欲しいよ俺は。よっしゃ行くぜ行くぜ行くぜ。ちょっと待って、これ邪魔、これ邪魔。はじめしゃちょーの上に置いてた。俺はじめしゃちょー本当大好きなんで、そこはあの勘違いしないでくださいね。よっしゃ行くぜ、せーのドン。カメラ揺れたわ。カメラ揺れたわ。ちょっと締めなさすぎて。どうすんのこれ締め。微妙すぎる。ここでキリンかクシャルダオラあたり出てくれたらもう締め決まってたのに。もう締めねえわこれ。どうしよう。俺の名前はカルシファー。はい、といった感じでいかがだったでしょうか。今回ははじめしゃちょーの写真集レビューと、フィギュアを買ってみたという動画でした。はい、なんかね、またちょっとフィギュア買いたいな。これ、開封楽しい。はい、またぜひちょっと俺は、モンハンのね、モンスターハンターとしてレビューしていきたいと思うんで、レビューじゃないか、開封していきたいと思うんで、ね、これからもぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。これ飾るとこねえわ。